藤本千佳です。ゴールデンウィーク特別企画としまして、小学生時代の習い事1週間ルーティーンをご紹介します。月曜日はソロ版100マス計算、火曜日は書道をお伝えしました。今日は水曜日、ソロ版なんだけど電卓を使います。電卓を用意してね。実際にやっていきます。電卓をよく見ると5番だけぷくって膨れてるの、目が悪い人でも見えるようになってます。その5番に中指を置いて準備完了です。まずは1を押して戻す、2を押して元のポジションに戻る、3、4、5、6、7、8、9、練習してみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう慣れたら戻さなくてもいいけど、できれば戻した方がいいです。じゃあ試しに100マス計算、月曜日に解いて100マス計算の2580っていう順番で打っていきましょう。練習します。2580341976、できましたか？もう一回いきましょう。2580341976です。いけましたか？目は100マス計算、右手が勝手に動くようにしましょう。次、縦の列いきます。41790362258、いけましたかね？じゃあ試しに縦の列、足し算じゃないんですけど6のこの縦の列を足し算していきます。24から足しますね。準備、よーい、スタート。あ、270なりましたか？こういう風に遊ぶことができます。ネットで探したらタイピングみたいなシューティングもあります。ぜひ遊んで鍛えてみてください。それでは木曜の予告をどうぞ。木曜は絵画教室です。お楽しみに。